私怖いの。ちょっと待ってください神父様。あの人と本当に結婚していいのかどうか。何言ってるんですか。もう少し考えさせてほしいの。無理ですよ。だってもう式当日ですよ。ですよね。ですよねじゃなくて、あと30分でもう式始まるんです。ですよね。ですよねじゃなくて。いやでもだからって気持ちに整理がつかないまま式を挙げるっていうのは違うと思うんですよ。そうですけど。それこそ一生に一度のことですし。そうですけど。何か事情があるんですか。それはごめんなさいチーフ。わかりました。この後の進行を確認してきます。少々お待ちください。というわけで友人代表のお二人から説得というか、まあ神父様とお話ししていただけないかと。まさかゆかがそんなことを言い出したなんて。だからいろいろ遅れてたんですね。すいません、こんなことお願いしてしまって。いいんですよ、学生時代からの親友の結婚式ですから。いくらでも協力します。ありがとうございます。それに今度は俺たちがゆかの幸せを後押ししてっていうかな。私とリョウが付き合うようになったのはユカのおかげなんです。そうだったんですね。話せば長くなる。ああ長くなるんですか。じゃあ大丈夫です。ごめんなさい。ユカが出会ったのは小学校の時です。小学校から。もう長い長い。ピカピカのランドセルを背負った俺は期待と不安で。すいませんすいません、長いです。ユカとの思い出は一言ではない。すいません。そう、あれは私とユカが中学生の時の。中学からでも長いです。今長くなれないんで。高校時代の俺の。高校とかいいんです。申し訳ないですな、急ぎ目でお願いします。わかりました。お願いします。ユリコは受付の手伝いとかあるから俺先に行ってるよ。じゃあお願い、何かあったら呼んで。わかった。チーフ間に合いますかね。彼の説得に期待するしかないだろう。新郎様にはこれどうやって説明するんですか。言えるわけないだろう、新婦が自分との結婚渋ってますなんて。渋ってるんですか。あ、新郎様。いつからいたんですか。うすうす気づいてました。ゆかには忘れられない人がいるみたいです。え、そうだったんですか。最近夜中になると一人で起きてこっそり何かを見ているんです。覗いてみたらそれはアルバムでした。アルバム。はい、僕に隠れて学生時代のアルバムを見て浸ってたんです。学生時代からの。はい、そこに挟まれている誰かからの手紙を見て、ゆか泣いてました。それで思ったんです、ゆかには僕なんかより付き合いの長い忘れられない男がいるんじゃないかな。あ、付き合いの長い男。すいません神父様、新郎様、一旦失礼しますね。はあ、ありがとね。いいんだよ、私寮に甘えてばっかりだね。俺は何もしてないよ。それにゆかが幸せになってくれないと俺も落ち着かないっていうか。何それ。だって俺にとってゆかは大事な人なわけだからさ。え。もちろんあれだよ、変な意味じゃないよ。ああそりゃそうでしょ。そうだよ、友達として。分かってるけど。うん、よう、私だから幸せになってください。よう。それでちょっとすいません、ちょっと失礼しますね。何やってんすか。はい、何くどいてんすか。くどくって何の話ですか。何揺れてる新聞につけ込んでるんすか。つけ込むとか人聞きの悪い。何を受けに揺さぶっちゃってんすか。ちょっと待ってくださいよ、俺は今ゆかの背中を押してたんですよ。いやいやいや、幸せになってくれって言ってたでしょ。言ってたけどダダ漏れすぎでしょ。恋がもう新婦のこと好きだっていうのがビンビンだったじゃないですか。何を言ってるんですか。俺がゆかのことを好き。ないじゃないですか。俺には言うよ。ゆかりまもるさんだって。だから俺とゆかはそんな関係じゃないんです。俺は好きじゃない。だからこれがこの感じですよ。なんだ
もう出てるんですよ、切ないの。切ないその感じ絶対出しちゃダメですからね。これから新郎と新婦が結婚式を挙げるんですからね。分かってますよ。分かってないでしょ、その感じ。もうあわよくば伝わってくれって感じじゃないですか。分かってないじゃない。嘘つけ。ああ嘘ですよ。俺はゆかのことが大好きですよ。キラキラおった。小学校で出会ったときから高校でも学校が離れてからもゆり子と出会ってからも今でもずっとゆかのことが好きなんですよ。まずゆかを奪ってやりたいですよ。どういうこと。もう何なのよ今の発言は。もう面倒くさいことになるから。ごめんごめんじゃなくて、ユカのこと好きって何よ。ごめん。どういうつもりなのって聞いてるの。いや、今ここの内訳ってどうでもいいんですよ。でもこれが俺の本心なんだ。いや、そんなことより神父様を説得してください。俺は今すぐユカと一緒になりたいんだ。今日これから結婚式ですからね。他の誰が許さない。ユリコ。そうですよ、許されないですよ。他の誰が許しても私が許さない。他の誰も許さないですけど、その通りです。許してくれなくてもいい。でも俺の気持ちはもうずっとユカなんだ。そんなのダメよ。だからユリコと一緒にはいられない。そういうことじゃない。私もユカのことを愛してるから。え、そっち。だけど私はもうユカは守さんと結婚するんだし、だから一緒になることはないんだって、そんなことを思うのはいけないことなんだって、ずっと言い聞かせてきた。だからこの感じ。それなのにあなたがユカのこと好きなんて言うから私どうすればいいのよ。どうもしないでください。抑えられないんじゃない。抑えてください。ユカ、おい、愛してる。おい愛してる。いいですか、これからゆかさんは新郎と結婚するんです。今日30分後。もうこれ以上乱さないでください。今なんかすごいセリフが聞こえたんですけど、マジで。とりあえずゆかさんと話してこい。いやダメですよ。え、いや、こうあんなに見せられて行かせるわけないでしょう。俺が言ってくる。いや、あなたもダメですよ。え、じゃないんだよ。なんでダメなんですか。切ないのが出てるからだよ。その感じ絶対出しちゃダメですから。ゆか、どうなりましたか。あ、新郎様変わらずですか。いや、状況は悪化してますよ。チーフ。ああ、すみません。ゆかのお友達の方ですか。ええ、まあそんなようなもんですけど。はい、ちゃんと祝福してください。ゆかさんと結婚する方ですよ。おめでとうございます。じゃないんだから。あ、ちょっと、二人ともゆかの学生時代からの友達なんです。あ、ゆかの学生時代からのお友達。ええ、まあ彼も本当はバカですよね。結婚式をあげようとしてる人に恋してるって笑っちゃうでしょ。笑いません。あなたが神父を持ってるずっと見てましたか。お前もなんでなんで、いつの間に。私、あなたのことを応援してるんで。いや、ここ関係なくない。なんだ、失格ですね。助手の人。え、助手の人って呼び方はいい。聞いてきてください。ゆかさんのところ。何言ってんの。ちゃんと気持ち伝えてきてください。いや、伝えちゃダメだからね。あなたには後悔してほしくないんです。いや、畳みかけないで。分かった。分かるの、分かるの。俺、行ってくれ。行くな。え、何やってんの。何背中押しちゃってんの。いいんです、私の気持ちは。いや、君の気持ちは大事にしない。彼の幸せが私の幸せなんです。え、頼むから新郎新婦の幸せを願って。私バカですよね。さあ、本当そう思う。どうしたの。好きだ。言っちゃった。ずっと昔から好きだったんだ。小学校で出会った時から、中学でも高校でも学校が離れてからも、ゆり子と出会ってからも、なぜ今まで言わなかった。今でもゆかのことが好きなんだ。今言わないで。要はゆり子と。いや、俺が本当に好きなのはゆかなんだ。ストップ。よう愛してる。いや離れてください。ちょっと離れない。どうしてありがとう。よ、繋がっていたくて。でもごめんなさい。しゃあ。私が好きなの。分かってる。気持ちになった。ゆか、結婚おめでとう。どうか守さんと幸せになってください。お願いします。そうじゃなくて。え、私が
そっち？ユリコ。だけど私はこの曲しかないの。リョウと付き合ってるんだし、期待しちゃダメだ。応援しなきゃってずっと言い聞かせてきた。それでもよくないんだよ。守のことが好きっていうの嘘じゃない。一緒にいて安心できる人だし、結婚しようって言ってくれたのも嬉しかった。それでも私ユリコが好き。ちょっと待ってください。ユリコのことが忘れられないの。勘弁してくださいよ。なんでですか。女同士だからですか。そこじゃない。もう当日だからです。式の30分前になって言い出さないでください。行ってこい。気持ち伝えてこい。ストップストップ。ユリコのところ行ってこいよ。行っちゃダメですからね。分かった分かっちゃダメ。私行ってくれ。行くな。走れ。いや走るな。え、何やってんすかマジで。え、何この行ってこい文化。今度それ思ってたんですよ。これくっついちゃうかもしれないんですよ。いいです、俺の気持ちは。だからあなたの気持ちは聞いてないんですよ。俺はユカもユリコも好きだから、二人には幸せになってほしいんです。いや、式の話。女神ですか。いえ、ユカはその人からのアコースティックバージョン。あの手紙を。あ、これ気づいちゃったな。それを見てる時でユカは僕には見せたことのない顔をしていました。本当に好きな人に向ける顔でした。いや、そんなことないですよ。ユカが違うからね。だから僕も何かしなきゃと思って、気づいたらこんなもの書きました。ラブレター。あ、いいですね。そういうのどんどんやっていきましょう。よかったらこれをユカに渡してくれませんか。私がですか。いや、ダメ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 。今、ユカは僕には会いづらいだろうし、でも僕の気持ちは伝えたくて。いや、この人に託しちゃダメ。恋敵。わかりました。いや、嘘でしょ。絶対渡さないでしょ。それじゃあよろしくお願いします。いや、ストップストップ言っちゃダメ。てか、なんで聞こえてねえんだよ。え、なんか死んでんの。一緒に読むし。好きな人の幸せ。いや、独り言みたいに言ってるけど。ユリコ来ちゃった。ユリコ、話があるの。こんなところで何してんの。式の準備はいいの。それよりもユリコに聞いてほしいことがあって、あと15分ぐらいで始まるんだよ。早く支度しなきゃ。だからそれずっと言ってんでしょ。僕は伝えたいことがあるの。それ今じゃないとダメなのかな。私今ちょっと忙しくて。今じゃなきゃダメなの。今ユリコに伝えたいことがあるの。今は結婚して。ユリコ、そうだ、知ってる？さっきね、受付のところにすごい人がいてね。実は誰だと思う？私本当はあなたのことが、なんと兄原浜田しちゃったのよ。私ユリコのことが好きなの。言っちゃった。何？ごめん、私そんな趣味ないんだけど。ユリコ、いきなりそんなこと言い出すからびっくりするじゃん。ごめん。こっちはユカのことただの友達だと思ってたのにさ。ごめん。でも正直聞くわ。女同士とかちょっと気持ち悪いからさ。迷惑なんだよね、そういうの。そんな儚い私の。そうだよね。ごめんね、突然。ユカもさ、ちょっと混乱してるんだ。そうそう、ほら、ユキユマリチブルって言ってた。そう、違う。そうだよ、だってマモルさん超いい人じゃん。そう、違うの。さっきもちょっと話したんだけど、もう最高だよ。優しいし、かっこいいし、誠実そうだし、あと、何より男だし。そうそう、あの人とこれから式を挙げるっていう迷ってたりしたらもったいないよ。そう、間違いされるぞ。そう、でも私はもし本当に今の諦めるっていうんだったら、私狙っちゃおうかな。それはダメ。ちゃんと守さんに幸せにしてもらってしな。一人になるよ考えしやがれ。あの時私忘れたらよかった。でもこの涙は深いでしょう。さあ、式の前なのにメイク崩れちゃったじゃん。
¡Gracias!